皆さん、こんにちは。総合商社内定、地方国立大学生です。このチャンネルでは、地方国立大学から総合商社に内定した僕が、就職活動に関する情報を発信していきます。今回の動画は、総合商社内定21卒地方大生の就活スケジュールと題しまして、総合商社に内定した僕が、21卒の就職活動でどのようなスケジュールで動いていたかを紹介します。まずはじめに注意事項ですが、今回紹介するスケジュールは完全に僕個人のものになりますので、就職活動全般に当てはまるものではありません。その点、ご注意ください。就職活動全体のスケジュールは以上のようになっております。大まかに言うと、12月に就職活動を開始し、6月に内定をいただき、就職活動を終了いたしました。僕は夏や秋、冬のインターンには参加しませんでしたので、面接解禁の前年の12月から就職活動をスタートしました。さらに細かくスケジュールを見ていきます。まず、12月に就職活動を開始して、やったことは、大きく3つです。OB 訪問、業界、企業研究、情報収集。まず、OB 訪問ですが、僕は12月に総合商社の社員の方5名に OB 訪問をしました。12月はまだコロナウイルスの影響があまりなかったので、対面で OB 訪問をすることができましたが、それ以降はコロナウイルスの影響で対面での OB 訪問というのができないような状態になりました。OB 訪問をした方が良いのかということについては別の動画で詳しく話したいと思います。業界企業研究は主にインターネットを通じて行いましたが、あまり詳しく企業研究をするということはしませんでした。情報収集というのは、主に企業の選考の情報であったりというものを集めたということになっています。僕は大学に総合商社に内定している先輩がいましたので、その方に総合商社の選考についての話を聞いたりしました。また僕は留学をしていて、就職活動をしていたのが、周りの同期よりも1年遅れていたので、常に就職活動を終えた友人に就職活動についての話を聞くなどということも12月から開始しました。1月、2月は準備期間として、主にエントリーシートの作成、また SPI、GAB 等のテストセンターの対策をしていました。SPI、GAB は問題集を 1.5 週ほど勉強しました。このくらいやれば対策としては十分だと思います。僕が選考を受けた企業は、ほとんど3月がエントリーシートの提出期限でした。また、テストセンターでの受験も3月に行いました。テストセンターは受験前に予約をしなければいけないのですが、直前に予約をしようとすると、すでに予約がいっぱいで予約ができないということです。4月になると、メーカーや銀行など選考開始の早い企業では面接が始まります。銀行の面接は、はじめ面談という名前のものからスタートします。ここでの評価がいいと特別ルートに案内されるなど、その後の選考ステップが変わってきます。この時期の面接は全てオンラインで行いました。また4月下旬から一部の総合商社ではセミナーが開始しました。セミナーは社員の方の話を聞くという内容のものがほとんどで、顔出しをしなくてもいいというものばかりだったので、選考要素はあまりないと感じました。5月に入ると面接が本格化してきます。僕は5月はメーカー、銀行の面接が毎週2から4回ほど入っていました。また、総合商社のセミナーもこの時期になると増えてきて、各
作者オンラインで毎週セミナーを開催していました。この時期のセミナーも顔を出さなくていいものが多く、選考要素はあまりないと感じました。6月1日からは総合商社の面接が始まりました。最終面接までの回数は各社平均して3回ほどでした。なので早い人は6月3日頃から総合商社については内定が出始めます。ただし今年に関しては例年とは日程を大きく変更して面接を行う会社もありました。僕が受けた総合商社の面接は全てオンライン面接でした。またメガバンクと地方銀行の最終面接も6月に行われました。メガバンクと地方銀行の最終面接については両方とも対面で行われました。以上が僕の就職活動のスケジュールになります。最後までご視聴ありがとうございました。